久保さんあの僕も今日見ました。DAIGO さんのなんか動画。まあ、100万回ぐらい回ってたんで、僕知らなかったんですけど、知りまして。で、あの僕のまあ感想ですね。その DAIGO さんのまあ見解、えー、感想を、動画を見ると、うん。何すかね、まあ。 どっちが悪い、こっちが悪い、僕は悪くないっていう、まあ、もちろんね、なんですかね、あの、どっちかが悪いかもしれないし、まあ僕は詳しくはね、わかんないし、どっちが悪いのかもわかんないですけども、その、うん、なんかひ思ったのが、まあ、戦争はよくないなっていう <laughs>。あんまり戦争はよくないなっていうね、すごい思いましたね。 だまああのー、多分ね、まああの、ちゃんとまあ謝罪していないっていうところが良、まあ、くなかったんじゃないかなとは思うんですよね。要は、ロンドンブーツ淳さんが、まあ、その根拠がない証拠がないけど多分そう思うよっていうところをちょっとしかもその時期に、大ゴさんが落ちてるときにその時期にそ,のそういうのを拡散して拡散して、拡散し,てその拡散したままにしとくっていうね。 うん、だからその時にまあなんかねいろいろ言ってましたけどなんかサブチャンネルで謝罪動画アップするみたいなメインチャンネルでそれがバズったのにサブチャンネルでちょっと謝罪するみたいなよくわかんないみたいな <laughs> あ言ってましたけどやっぱね謝るっていうのがねなかなかみんなできないんですかね、うん、でもそのたぶん淳さんからすると別にそういうあれで言ったわけじゃないみたいなあ,あるそういう言い分もあるかもしれないですし でもまあ相手が、自分がそう思ってなかったとしても相手がそう思って嫌な気持ちになれば謝ればいいと思うし謝ればいいんじゃないですかね <laughs> 単純に <laughs> <laughs> うんうんと謝んないからその負けを認めるって結構大事かなと思うんですよね負けを認めるって僕は白旗あげるっていうのも結構大事かなと思うんですよね僕の特技はね白旗をあげられることなんで負けを認めるっていう だから結構ね、強いっちゃ強いですね。うん。だってその、負けなんで、お前が悪いんだろう。はい、負けです、みたいな。<laughs> そう思うんだったらそれで、それでお願いします、みたいな。なんかまあ、なんですかねその。昔はその、やり合うこともあったんですよね。こっちに火がなかったとしても、こっちに火がないから、日がないやんって言ったとしても、相手はそううそう思ってるので、なんかね、結局、 終わりないんですよねだから本当にやるんだったら弁護士としてやるしかなくなるんですよ。で、そこまで労力かけるのしんどいよねっていうところで。うん。だからまあ、折れるっていう、まあ、まま、なんだ、自分が仮にその、日がなかったとしても、はい、みたいなね。 ただその影響力の問題で、まあ大悟さんとかね、まあすごい影響力がありますし、いろいろなね、まあ授業もやられてると思いますし、損害もあるだろうし、だからやっぱね、小さくやるっていうのがいいと思います。小さく、小さくやって、小さく謝っ、あの、小さくやって大きく謝るみたいな <laughs>。そう、小さくやってて、あの、何かあったら大きく謝るみたいな <laughs>。 だからあんまり、ね、その有名になるとややこしくなるんですよね。うんはい。いってらっしゃい。